僕が勝手に YouTuber 仲間だと思っている方からあるものが届いたので開けていきたいと思います。クラブハウスで2人とも寝ぼけながら前お話ししてたんですけど、その時のことを覚えてくださってたみたいで送ってくださいました。ありがとうございます。うちからももう少し暖かくなったら何か適当に送りつけるので楽しみに待っていてください。美格を送ってくださいました。なんすかこれ、めちゃくちゃ可愛いんですけど。美格ってこうやって送るんですね。すごい面白いですね。ちょっと取り出してみます。お、歯を傷つけそうで怖い。はい、これ多分前におっしゃられてたビーチっていう美格ですかね。めちゃくちゃ可愛いんですけど、こんなサイズで板付けってできるんですね。これやばいですね。あの美格とか、あとエアプランツとか全然育てられない人なんですけど、ちょっとこれは枯らすわけにはいかないので気合い入れて育ててみようと思います。そもそもビーチってどうやって育てるんだろう。美格ビーチ、美格シダ、これかプラティケリウムビーチ、オーストラリア東部の限られた地域に分布する美格シダです。自生地は開けた乾燥森林で、オアシスのような水辺の岩などにも着生しています。特徴は何といってもその白さ。あ、確かに白いかもしれないです。水やりは、水苔でつけてある場合は表面乾いたら中まで十分水分が行き渡るようにたっぷりと与えます。日照は強めにします。植物慣れてくれば終日直射も OK です。あ、うちで OK そう。ただ温度が15度から25度の室温が確保できるようなら成長を続けるでしょう。室温10度以下の場合徐々に換水を控えめにします。うん、ちょっとじゃあうちではまだ室内に置いてた方が良さそうですね。はい、ちょっと育ててみようと思います。このサイズ感めっちゃ可愛いです。古木さんありがとうございました。新しい沼にまた足を踏み入れそうな気がします。こんにちは、リドマンです。今年の冬はすっごい寒かったですよね。で、実は結構やらかしておりまして、失敗を惜しげもなく載せていくビデオとしてはちょっとこれはネタにするべきだろうと思って、今回は今年の冬のやらかしを植物紹介していきたいと思います。あんまり見てて気分のいい動画ではないと思うので、興味のない方はここで動画をストップしていただいてもいいかなと思います。やらかし案件その1はこいつら。前の動画でも紹介しましたがアガベです。アガベはここ数年は屋外で越冬できてたので今年も行けるかなと思ったんですけど、霜が降りた日数が今年多かったですね。なので寒さは強くてもやっぱり霜に長時間当ててしまうとさすがにアガベでも枯れてしまいます。霜が当たらない場所で管理するっていうのは大前提だと思います。ビニールとかかけてるだけでもだいぶ違ったのかなと思いますね。反省です。間違いなくやらかしナンバーワンはこいつらですね。プセウドリトス枯らしまくりました。これがそこそこ大きかった多分誰かの未生苗で、こっちの4つが自分で育ててた未生苗です。もう形すらほぼないですね。去年は何の問題もなく越冬できたんですけど、今年はちょっと油断して外のハウス内で越冬させてしまいました。今回大量に枯らした原因は間違いなく水切れと低温だと思います。
まあ、ハウス内言っても5度ぐらいまで下がってたので、5度はちょっとガガイモには厳しかったと思います。なのでプセを育てている方はぜひ屋内で、かつ水は定期的にあげながら越冬させた方がいいと思います。なんとか残り3株だけ残ってるんですけど、そいつらは屋内に移動させたらその後調子よくどんどん膨らんできてくれています。いや、せっかく実生それなりの大きさになってたのですごい悲しいです。プセウは本当に維持するの難しいので、なんか最近はもう見てるだけでいいのかなっていう気分になってきました。あと実はオベサも結構やらかしてます。1,2,3,4 4株枯らしちゃいました。で、枯れてるオベサ以外にもこういう黒い点々がついてて結構調子悪いオベサ多くて、原因は何なんですかね。寒さかなと思ってるんですけど、でもオベサは結構体感あるはずなんで、全くそういう点々がついてないオベサとついてるオベサがあるのもわからないですね。株数を多いとやっぱり枯れた株も数出てくるので結構ショックです。デッキアとかこの辺のハオルチアも当然といえば当然なんですけど、雨の当たる場所にずっと置いてたのでもうふにゃふにゃで枯れてしまっています。デッキアとか寒さ強いはずなんですけど、何なんですかね。これもダメです。スプラフォリアータアロエですね。これも寒さ霜でダメになっちゃいました。まあ、こうしてみると今回ほとんどちょっと霜になっちゃったのがまずかったので、少しでも対策しておけば枯れなかったのかなと思うと自分の管理不足をちょっと悔やみますね。亀甲竜も実はやらかしてまして、これもスカスカです。まだまだ生きてそうですが、すごいいい亀甲竜だっただけに残念です。本当にちょっとひと手間ハウス内に入れるか入れないかだけの差なので、面倒くさがっては本当にダメですね。これはサンセベリアのボンセレンシスのスーパードワーフなんですけど、自分がすごい好きな品種で、まあ、たくさん増やしてたんですが、寒さでこれもちょっと枯らしてしまいました。これは原因は確実に寒さです。2月ぐらいまでは全然平気だったんですけど、2月に何日かハウス内を加温するのを忘れてしまった日があって、その数日間で一気に枯らしてしまいました。ただ小株をすぐ吹く品種ですし、これ多分もともとは1株から 1,2,3,4 あと別のところに2鉢あって6鉢かつ小株がたくさんついてるので、一夏であれば一気に増えてくれると思います。なので今年早々に植え替えて小株もばらしてまた増やしていければいいなと思っています。3種の中ではかなり小さくてすごい可愛くておすすめの品種です。ただ今年は部屋の中に結構スペース作って、大事な株は全部こっちで管理しているので、パキポ系とかは全然みんな元気なままです。ついさっき霧吹きしたんで、これとかも緑色がすごいですね。だいぶ芽吹き始めてきたかなっていう気がするので、もう少し我慢して4月入ったぐらいで次はビニールハウスの中に移動させようと思います。今年はそんなに伸ばしませんでしたし、管理としては上々だったんじゃないかなと個人的には思っています。来年以降もこの管理方法を続けていけたらいいなと思います。では本日は今年の冬やらかした株の紹介でした。まあちょっとちゃんと管理しておけば枯れなかった株もたくさんあったんですけど、やっぱり大事なのは身の丈に合わせた株数管理することですね。今年は少しずつ我が家では株数は減らしていこうかなと思っています。では本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。